こんにちは。今回は立体の切断問題です。問題の内容を確認しておきますね。図のように一辺12センチの立方体があります。この立方体を4点 ABGH、ABGH ですね。これを含む平面で切ります。これだけじゃないです。あと2回切ります。BCHE、BCHE、ここと CDEF、CDEF。これですね。これで3回切ります。そうするとこの立方体っていうのはいくつかの立体に分かれます。分かれますが、その時、この面 EFGH、立方体の底面ですね。この面を含む立体。これの体積を求めてください。こういう問題になっています。それで今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。で、解いていきますね。この立体の切断問題、一つ一つの立体の切断、これは非常に簡単です。例えば ABGH、これを含む面でこの立体を切ったとき、どういう風になるかっていうと、ABGH 自体がこういう面ですね。この立方体っていうのは ABGH によってちょうど同じ形ですね。三角柱二つに分かれます。じゃあ残り2つの立体切断ですけれども、これ順番考えて切っていってほしいんですよね。次 BCHE。BCHE と、これ斜めに切ってますよね。切り方としては一緒なんですけれども、この切断とこの横向きからの切断、これ書き加えるとちょっとややこしいんで、さっき CDEF、これで切ります。この状態で CDEF ですね。この切り口書き込んであげると、こういう状態になるんですけど、あと1本線加えてほしいんですね。面と面が交わっているところっていうのは、その境界線ですね。直線になります。ABGH と CDEF ですね。この面同士が交わっているところ。端の直線になっているところですね。こことここの交わっているところを見てあげたら、この面はここで交わっている。同じようにこっち側で交わっている。この交わっているところ同士ですね。これ線で結んであげます。こういうふうに線を入れてあげると、どういうふうに切断しているかっていうのがわかりやすいですね。ここを底面とする三角柱ですね。ここ底面、ここ底面、ここ底面。それぞれ同じ形の三角柱4つに分かれています。あと1回ですね。BCHE。これで切断すると、今この状態になっているのをこれで切断するとどういうふうになるか。BCHE ですね。これで切断するときも立方体の切断は他の面と一緒です。立方体全体を半分にします。じゃあこの状態で BCHE を通る平面ですね。これちょっと書きにくいんですね。この切断面自体がだいぶ細くなってます。同じ切断だったら BCHE じゃなくて逆向きですね。AFGD。これを通るような面で切断してもできる立体の形。これ全部同じになります。ですからこれの代わりに AFGD ですね。この切断面っていうのをこの図の中に書き加えています。AFGD で切るとこういうような切断面になりました。求めたいのは EFGH、この底面ですね。これを含む立体になります。じゃあ、この切断で下の三角柱ですね。これがどういう風に切断されているか、これ考えてあげたらいいんですけれども、これ真正面から見た図っていうのを一旦書いてみると、正面から見たのがこの図ですね。この面を底面とする三角柱。これ正面から見ると、こういうふうな長方形に見えます。この長方形を AFGD ですね。ここを含む平面で切ってます。こういう感じですね。っていうことは、ここら辺で交わるわけですね。ちょうどこの辺の真ん中の点です。ここの真ん中の点、このあたりですね。このあたりで交わって、こういうふうに切断されますね。こういう風に切断されて、ここが切断面になります。ということで、求めたい立体ですね。ここを底面っていう風にしてましたけど、こっち底面で考えた方が分かりやすいですね。ここを底面として、高さ方向こっちですね。こういう三角柱を斜めに切ったような形になります。この三角柱、ここが高さの時は12センチです。ここの高さも、ここまでですね、12センチです。この点っていうのはこの真ん中の点ですね。だからここを高さとしたときはここ6センチです。ということはこれ三角柱の斜め切りの問題なんで、この底面積かける、これ、これ、これの高さの平均ですね。これをかけてあげたらいいです。じゃあ最後式に行きますね。
底面積が 12×12 の正方形の4分の1。高さの平均ですね。3分の12、12、6。これをかけてあげたらいいです。っていうことは、ここが36。で、ここが10ですね。36×10 で360立方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。